皆さん、やっさー。今夜11月29日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761 やっさぐれナイトの今夜もやっさぐれちゃいな第253回目がオンエアです。この番組の視聴方法はこちらのリンク、もしくは下の概要欄の方にもリンクを貼っておきますので確認よろしくお願いします。ということで、まあ、月によってはね、第5週がある月曜日がね、第5週がある時があるんですけども、第5週がある時はいつも企画ね、第1から第4まで決めてるんですけど、第5が決めてなかったので、じゃあ何しようって話になった時に、まあとりあえず、まあ、ユミ大ファンもたくさんいるので、ユミちゃん一人でやったらっていうところは始まったんですけれども、なんで俺やらなくてもいいんだよね。なのに今回ユートがあってユミちゃん言い出したので、まあまあしゃあないので、まあ俺一人でも頑張ってできるしね、まあちょっと寂しいけどね。今一人でこうやってマイクに喋ってるの、意外にね、マイクじゃねえな、カメラに喋ってるの意外に寂しかったりするんですよ。まあでもね、この向こう側には素敵なあなたがいるのでね、そこら辺ところをちゃんとわきまえながらお話ししていこうかと思うんですけれども、なので今夜の放送はユイと一人でお届けいたします。まあ SNS 等で一人でやるんで、たくさんのリクエストであったりとかね、質問メッセージお待ちいたしておりますっていうふうなお話をしたんですけども、まあ本当ね、皆さんお優しい、ね、こんなオイラのためにね頑張ってねって応援メッセージいただいたりとか、まあしゃーないで送ってやるかっていう風な感じでね、曲のリクエスト質問メッセージもいただいておりますのでね、今回はそちらの方をメインにお届けしようと思います。なのでもう今夜しか分かりません。僕も何をかけるのか、曲をね、どんな質問メッセージが来るのかっていうのは今夜しか分からない。なぜかっていうと、一応みんなからのリクエストとかを全部プリントアウトしてます。なので今夜の放送の時にね、それを目をつぶってガサガサガサって選んで、トゥルリントゥリーンっていう風な感じでね、選んで質問に答えたりとかね、曲のリクエストおかけしようかなと思っておりますので、思っておりますので、ね、なんかどんな風になるかはね、わかんないです。原稿も作ってないので今回は、ということなので、今日今ね、この下の概要欄にね、いつも曲貼ってたりとか、こちらの方にね、曲紹介のね文章書いたりとかね、あのジャケットつけたりとかしてるんだけど、今回はしません。っていうか分からないから、ということなのでね、しっかりと番組の方をご確認ください。よろしくお願いします。まあ、曲のリクエストたくさんいただいてるんですよ。だけど、まあ、番組30分しかないので、ね、その選ばれなかった人たちの曲もね、まあ、今後のオンエアでね必ずかけさせていただきますので、毎回チェックよろしくお願いいたします。ということですけれども、まあとりあえずここでキーワードをお伝えしなければいけないので、キーワード今回はいくつ目、11月の9個目のキーワードはゆうとくん何ですか。はい、ゆうとくんでーすだほっぽいよな、一人でやってるとな。ということで今回11月9個目のキーワードはポケットの中にはビスケットが一つの、ビスケットの B。 はあ、寂しいということなんでね、ビスケットの B が9個目のキーワードになりますんで、今夜の放送がラストのキーワードなのでね、しっかりメモして答えを見つけてご応募ください。よろしくお願いいたします。ということで
今夜11月29日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの今夜もやさぐれちゃいのお聞き逃しな。それでは皆さん、今夜もやさぐれちゃいな。チャンネル登録よろしく。